はい、おはようございます。栃木百名山ハンターのサラメでございます。本日ですね、来ておりますのが栃木県の日光市でございますね。今日登ってまいりますのが栃木百名山の塩沢山というね、山に、登っていこうと思っております。でですね、こちらの場所なんですけれども、日光市でもですね、川地温泉っていうのがあるんですが、さらにね、その奥地に、来たところなんですけれども、今日見ての通りですね、大雪でございます。でこちら登り口が国道なんですよ。121号線ということでございましてね、国道なんですけど、もう国道もこのようにですね、もう真っ白に積もっちゃってますんで、まあそんなことでございまして、もうね、今日は登る前からですね、相当なこれ激マニアがもう予想というか確定なんですけれどもね、まあ、無理せずね、行けるとこまで今日も行ってまいりたいと思いますんでね、よろしくお願いいたします。それでは行ってみたいと思います。はい、そんなわけでございますよ。いや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 、もう本当にこれね、もう登り出しからね、まあ、このように大雪でございますんでね、まあ冒頭ね申し上げましたけれども、激マニア確定、激マニア確定な中ですね、登山を開始するっていうね、パターンでございますけれどもね、本当に改めて私も好きですね、本当に山がね、まあ、無理せずね行きますのでよろしくお願いいたします。いや寒いです。はい、こんな感じでございまして、こちら国道沿いにですね、栃木百名山塩沢山ということでね、親切にね、看板が出てまして、こちらになります。よっしゃよっしゃ、行ってみましょう。あ、雪のね状況ですけれどもね、まだ本当に、麓の方はねもう降ったばっかりなんでね、本当に完全にパウダー状態ですねこれね。問題はこの上ですよね。上がどうなってるのかな。意外とここも標高ありますんでね、上の方はね結構積もってることがね予想されるんですけれども、どんな感じか、よいしょ、このねあれですよね、ドキドキ感っていうんですかね、これもたまんないですよね、登山のね。このあえてね雪の日に登るっていうねところも、そういう要素もあるんかもしれないですよねこれね。まあこんな感じでですね、出だしはね、杉林ゴンゾースタイルでね、こんな感じでジグザグスタイルで登っていく感じですね。よし、まあ、このようなね杉林ゴンゾーのスタイルでも、こう雪になってるとね景色がねこんな感じで違うんでね、いいですね、綺麗ですね。こちらですね、下に沢がね流れてますんで、沢のサイドをね、まあ、こんな感じで登っていく感じですね。こう沢の音ってねこう癒されますよね。お、結構ね岩が出てきましたね。岩が出てくるとねやっぱりこうテンションがね上がってくるんですよね。よし、よいしょ、ね、沢がもうすぐ近くになってきました。はあ、おーすげえな、雪がもう完全にこれパウダースノーなんで、ふっかふかですねこれ。おーすげえ、あーすごいね、いやー絵になりますねこの絵。
ねえ、あすごいな、綺麗だな。はい、こちらですね、雪でね今登山道をね軽く見失いましたが、こちら降りてくんだわね、これね、向こうにね、テープが確認できましたんでね、ここ降りてくんですわね。よし、これ雪積もってるからね、ちょっと注意ですよ、これ岩ですから、これよいしょ、ああこれ怖えな。確認してね、こんな感じで杖で確認していきます。よいしょ、 OK 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 です。よっしゃ、こっちだね。ほら、遊河水っていうかもしれないですね、これね、ポイントですね、ここね、よし、視聴者の皆さんね、日光の山っていうのはですね、前方のあの白と赤とかああいう目印がですね、木に、ついてる山が多いんでね、結構これが頼りになりますんでね。はい、そんなわけで、あ、もうね、あの新雪プラス下にも下地にしっかりこれ雪がもうこの辺りからは積もってますね。ザクってもう入りますんで、あかなりね、傾斜もこっからはね厳しいですね。よいしょ、いよいよねこれ厳しい戦いになってる、回りましたわこれ今日も。なかなかね、なかなか厳しい戦いですねこれ。よし、なかなか厳しい、ズボズボになってまいりましたね。登山道がね全くわからないねこれね、ちょっとわかんないですけど、一番 あれですね、稜線に楽に行けそうなのはこっちかな、まあ、こっちでちょっと行ってみましょう。よいしょ、でも急ですよこれ、こんな感じでございまして、相当ですよこれ、なかなかな今回もね、戦いでございますよこれ。よし、ほら、ズボズボだねこれ、よいしょ、絶対これ登山道じゃないと思いますけどねこれね。この角度は、あっちだったんかな、まあ、あっちも急だな、まあまあこんなわけですよ、まあ毎回ね、よし、もうちょい、あら、しゃい、よし、相当だねこれ、よし、よし、なかなかですねこれ、なかなかな急な状況で、よし、はい、ほら、よっしゃ、来た、来たよ、急だね、急ですね、猛烈に、ただね唯一これで救いなのは積雪量がね、膝下ぐらいで済んでて、ある程度このもくもくの雪の下にねある程度しまった雪があるんで、
まだいいですね。足がかりに、ね、なりますんで、すげえラッセルまでにはいかないんでね、まだ救いですね。よし、ただ急ですねこれ。おお、猛烈に急ですねこれ。もう這いつくばってね登るパターンですねこれ。ああダメだなこれ。ちょっと、もうね這いつくばってますからねこれね。もう、はあ、もう乱暴になった気分ですよねこれね。もう、ああ激マニア、これです激マニア。向こうだったかなこれ、なるとな、かなり急だなこれ。これ、ああ急だなこれ。急ですよ。ちょっとずり落ちちゃったなこれ。こういう木の枝とかね、手がかりになるんですが、強度をね確認してから行くようにしてますね。木の枝って大きいんですよね。よしこれ足かけよう、これあった木の枝、これねえな強度が。あ、これやったな、強度が。この木の枝のねえな。強度。この木。この木だね。そういう時は、足がかりと、人。
よいしょ。オッケー。そう。出るよ。稜線に。オッケー。これ強度あり。オッケー。これも強度あり。おら、よし、来たよ。 OK OK、 稜線に来ました。あー、来た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 、激ハードよっしゃ、行こう。はあ、はあ、すごいですよねすごいよね、これ手前だったんかな、これ逆にな、はあ、まあ結構ね、もう私の中ではね想定内なんですよね、こういうのが、はあ、よし、はあ、もうこうなっちゃえばね、もう楽ですよ全然楽ですよこれ、はあ、よいしょ。 あったわ、これ一服うちわってなってるんで、こっからだね。でまっすぐ来ちゃってよかったんだね、これね。はあ、了解了解。まあ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 そういうわけですよ。はあ、はい、今日のですね、雪の感じですと、雪でズボッとこう埋まっちゃうんじゃなくて、滑っちゃう感じなんでね、今からあのアイゼンですね、こちら装着していきたいと思います。なかなかね、なかなかな今日も戦いにねなってまいりましたんでね、これ一応ね安全第一でね、スリップ防止でやっていきたいと思いますけども、そんな感じでございます。いやー、なかなかね、ちょっと滑るんすよね今日は。よし、 OK、こんな感じで着装完了です。今季初アイゼンですね。今までずっとね、あの新雪登山だったんで、寒食で住んでたんですけど、今日はね滑りますわね、これ本当に。まあそんなわけでございます。よし、仕切り直していってみたいと思います。 OK。 あー、すげえ雪だなこれ。よっしゃ。はい、今ね、アイゼンを装着しましたけれどもね、この足の噛み具合がねもう全然違いますんでね、よかったよかった。よし、このも角度になっちゃうとね、やっぱりアイゼンがあった方がね圧倒的に楽ですね。よし、ああ、よっしゃ、おお、おー、綺麗ですね。ああ、なんだこれ、雪の君、どういうことでしょうか。ああ、なんかあれなんですかね、雪の君ってどういうことなのこれね。なんかポイントになってんですねこれね。ああ、いいですね、綺麗ですね。真っ白ですね。あ、下んのかな今度は。おお、なんだこれ、すげえな、下りですね。よし、あ、これね、下りこそねアイゼンつけてとかないとね危ないですよね。よいしょ、あ、ういよ、よいしょ、よし、アイゼンがねしっかり噛みます。オッケー、クリア。よし、
よし、はあ、でっけえ岩がね、出現しましたね。傾斜もねありますよこれ。オッケー、よっしゃ、こっからっすね。まだまだねこれ山頂ありますからね。ああ、なかなかね今回もなかなかハードな戦いになってまいりましたよ。ああ、くさ、この野郎、よいしょ、もうモフモフのねパウダースノーですね。もうこれ以上積もっちゃうとね、アイゼンプラス感じ気になりますわねこれね。なんとか感じ気なしで、なんとかまで行けますけど、よし、はい、こちらですね、ラストの登りですね、これね。あの上がですね、今日の目標であります、塩沢山の山頂だと思います。よっしゃ、ラスト登り気合入れていってみましょう。 OK、 よっしゃ行こう。はあ、ああ、じゃあ、来たか、あれか、来ましたね、あれですね。あ、来た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 、よし、あ、来たぞ、しおちゃん来たぞ、あ、来たよ、あ、よし、あー来ました、はあ、はあ、はあ、来た、はあ、栃木百名山塩沢山来ましたよ、はあ、来た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 、よし、 OK、 来ましたね栃木百名山塩沢山、来た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 、来ましたよ。いやー、取りましたよこちらね、1264m、 来た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 、あ、現在の気温、マジか、マイナス8度ですね今ね、現在の気温ね、見えますかね、マイナス8度、あ、そして三角点、来た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 、はあ、こちら、よっしゃ、来た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 、よし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 、そしてですね、山頂からの展望でございますが、まあね、ちょっと今日はこのように大雪でございますんでね、太陽も出てないですけど、さっきちょっとちらっと出てきたんですけど、また見えなくなっちゃった、はあ、こんな感じでございますね。いやー来たよ本当に、あー、こんな感じでございますね。はい、そういったことでございまして、またね、まあ、ここでこういう天気も天気なんでね、もうちょっとね、ちょっとおにぎり休憩しますね、おにぎり休憩して、で下山の運びを取りたいと思います。はい、それではですね、今ねおにぎり休憩が終わりまして、もうねおにぎり休憩で手袋を取ったらね、手袋が一気にカッチカチにね、凍りつきましたね。このこれももうこういう状況でパッキパキになっちゃって、これこんな状況ですね。よし、もう早く動かないとね、もう寒くなってきちゃったんで、これからね、もうとっとと下山したいと思います。
よっしゃ、それじゃ行ってみます。よいしょ。下山はね、もうこんな感じでモフモフなんでね、すごく気持ちがいいっすよね。モフモフですから、これまさにパウダースノーっすよね、これ。よいしょ。はい、ちょっとね、こちら展望スポットちょっといいですね、ここね。太陽がねこんな感じでありまして、で奥にね山がこう望めますんでね、あーいいですね。まあ雪は相変わらずね降っておりますけれども、はい、こんな感じでございまして、いや深いですね。よいしょ、 OK。はい、下山はこんな感じで本当にね気持ちいいんですよ、パウダースノーでね。よいしょ、いいですね。よいしょ。はい、こちらがですね一服うちわっていうね、ポイントになってますけれども、さっきはねもう登るときはですね、こっちのねそこの急坂を無理やり登ってきちゃったんですけど、正規の今度ルートになりますのでねこちらご参考までにね、こっちの正規のルートはちゃんとこんな感じで整備されてますんでね大丈夫ですね。よし、こんな感じですね。よし、 OKOKOK。 はい、よいしょ。おでも怖いね、こんな雪積もってれば分かんないっすよねこれね。まあこんな感じで山の腹をねやっぱりジグザグに降りていくパターンなんですけどね、なかなか分かんないっすよこれ、この状況はね。下りはねある程度こうルート全容で上から見られるんでね、意外と把握しやすいんですけど、上りって意外とね難しいんですよね、ルート見極めるのがね。でこっちか、それでこっちですね、ジグザグで降りていく感じですねきっとね。よし、はい、そうですよね、さっきはこれ登っちゃったんですからねこれ無理やりねまあまあそうですね、このルートで行けばいいですね、ジグザグで行けますんで。そうですよね、私の足跡がありますんでね。よいしょ、もうこれ無理やり登っちゃったのこれこれですからね。はあ、なかなかね、あの動画じゃ伝わんないかもしれないですけどね、なかなか、はあ、なかなかですね。よし、もうちょっとっす、はあ、よいしょ、よいしょ、軽くこけました。よいしょ、おーズボズボっすねこれ。よいしょ、いやズボズボ、よっしゃ、よっしゃ来ました、あー来た来た来た、よし、お、あ今車が見えた、あ来
たきたきたきた、オッケーオッケーオッケー、おおすげえ、うわあ来ました来ました、あもうちょっとでね、登山口ですねこれね、オッケーオッケー、ああ来た、オッケー、いやーいいですね、ほっとしますねやっぱりね、ああ登山口見るとね、よっしゃ登山口着いた、よし着きましたんでね、ちょっとアイゼン外しましょうかね、はい無事下山完了いたしました。今日登ってまいりましたのは栃木百名山塩沢山ということでございましてね、無事、ね達成いたしました。今日のですねルートでございますけれども、展望スポットっていうね、展望っていうものはルート自体にはないんですけれども、塩沢山の手前のですね、稜線歩きですね、あれはね、まあ、紅葉樹林のねうっすらこう見える展望みたいなパターンでですね、すごくね気持ちよかったですね。で今日のね動画の通りなんでございますけれども、もうパウダースノーでね、新雪の中の稜線歩きがね本当にね、幻想的でですね、気持ちよかったですね。まあそういったことでございます。あとですね、まあ雪質の話ですけれどもね、今日はもうズボッとこう沈むような雪じゃなくて本当のね、パウダースノーだったんで、まあズボッとですねこう抜く動作がなかった分ですね、まあ比較的楽だったですね。あとどちらかと言いますと今日の雪じゃなくて以前に積もった雪がそこにあってですね、でバキバキにですね凍ってるような状況だったんで、かなりですね今日は沈んで抜くっていうですね、動作よりももう滑って危なかったんでね、まあアイゼンを装着いたしましたけれども、まあそういったことでございますね。まああとはまあ登山道自体もね多少ちょっと不明確なところがあるんですが、基本的にはピンクのリボンがねついておりますんで、それ信用して大丈夫なんで、そちらめがけてですね、行けばまあなんとかねルートに入っていくと思いますんで、私はねちょっと無理やり登っちゃいましたけれども、まあそういうのをねあんまりおすすめできませんので、まあそういった形でねリボンとか探しながら行けば登れちゃいますので、そんなに辛い、傾斜ではありませんから大丈夫ですんでね、まあそういったことでございます。そういったことでございましてね、またガンガンですね山の動画ね上げていきたいと思いますので、視聴者の皆様今後ともよろしくお願いいたします。最後まで見てくださったあなた、これも何かのご縁でございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。 Yeah.